ルネサンスセンタールネサンスセンターはアメリカ合衆国ミシガン州のデトロイトのウォーターフロントにある超高層ビル群。ゼネラルモーターズが所有し、その本社があることでも知られている。GM ルネサンスセンターの通称や連携の略称で呼ばれることもある。ルネサンスセンターはデトロイト川西岸のデトロイトインターナショナルリバーフロントに位置し、オフィスホテル。 商業施設からなる7つの高層ビルと4つの低層ビルからなっている。連結されたオフィスビル街としては世界有数の規模である。設計は、ジョン・ポートマン、中央のデトロイト・マリオット・アトザル・ネサンスセンターは230.1メートル、73階建てで、ホテル単独のビルとしてはアメリカで最も高い。1970年、フォードモーターの会長、ヘンリー・フォード二世が、 デトロイト経済の再活性化のためにダウンタウンの再開発を計画。民間主導の再開発としては、当時世界最大規模のプロジェクトは1971年に始まった。1977年、第1期の工事が完光、6つのビルがオープンした。1981年には21階建てのツインタワー。1987年には新交通システムである。 デトロイト・ピープル・ムーバーのルネサンス・センター駅がそれぞれ完成した。ルネサンス・センターには建設当初からフォード・モーターのオフィスがあったが、1996年にゼネラル・モーターズがルネサンス・センターを買収、市内のキャデラック・プレイスから本社を移転した。2004年、ゼネラル・モーターズはスキット・モア・オーウィングズメリルの設計による大規模な増改築に着手した。 現在は、東西南北の4つのオフィス棟には、ゼネラルモーターズの本社があるほか、主要なテナントとしては、日本領事館、バンクオブアメリカが入っている。ありがとうございます。